身長ビヨーン医師医学科科生整形外科専門医身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関することを発信していきたいと思います。身長伸ばしたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日ですね、お話しさせていただくのはですね、前回の身長先生に聞けでもですね、少しだけ取り上げさせていただいたロイヤルゼリーについて、今回ですね完全版としてお話しさせていただきたいと思います。前回ですね、簡単にちょっと調べただけだったんですけど、今回いくつかね論文も見ながらお話しさせていただきます。今回ですねお話しさせていただく内容としては、まず1番初めですね、概要と噂のまとめ、そして2番がロイヤルゼリーの成分や一般的な効能、そして3番目がロイヤルゼリーによって身長がですね伸びた作家サッカー少年たちの紹介、論文の紹介ですね。そして4番目がロイヤルゼリーの女性ホルモン作用について、特にですねデセン酸ですね、前もお話しさせていただいた、デセン酸の効果というかですね、どういうふうに働くかというところですね。で最後でロイヤルゼリーの、まとめをですねお話しさせていただきたいと思います。で今回の内容はですね、また概要欄の方に貼っておきますけども、ホームページの方にですね文字として記載もしておりますので、もし、ご興味ある方はぜひ一読ください。それでは、早速ですけども、まず最初はですね、どうして今回ですねこういったロイヤルゼリーを取り上げることになったのか、そういったところも、踏まえてお話しさせてください。でまずはロイヤルゼリーね、皆さんご存知かなと思うんですけども、女王蜂だけがこう食べるゼリーのことで、女王蜂だけはですね働き蜂と比べて、体の大きさですねかなり大きいわけなんですけども、その特殊なロイヤルゼリーは体を大きくする作用があるでしょうと。蜂がね大きくなる作用があるんだったら、人間もそれをね食べれば大きくなるんではないかというようなことが推測されて、こういった、いわゆる噂というかですね、お話がされるわけですね。調べてみると、身長を改善するというようなことがですね、想起させるような内容のサプリメントが販売されていたりもします。ちょっと海外の製品だってもいろいろなものがねあるみたいなんですけども、いわゆるロイヤルゼリーというのは高栄養価、栄養が高い食べ物としても有名ですので、単純に、栄養の方が高くて女王蜂が大きくなる、だから人間が食べても身長が高くなるんじゃないかって、そういった説がですね世の中に存在するわけですね。それがですね本当に正しいのかどうかっていうのを今回ね論文を使いながら検証していきました。次ですね、2番目ですね、ロイヤルゼリーの成分、一般的な効能についてお話しさせていただきたいと思います。ロイヤルゼリーにどのような成分が含まれているか、ビタミンの B、 特にですね B5 とか B6 とか、繰り返しお伝えしてますけど、ビタミンの B6 なんかはアルギニンを介してですね成長ホルモン分泌を促したりするに役立ちますし、ロイヤルゼリーのアミノ酸が含まれているそうです。しかもそのアミノ酸っていうのはね、アミノ酸スコアが100ってことで満点になってまいります。他のね満点の食材として有名なのは鶏卵、鶏の卵になりますけども、それに匹敵するほどのアミノ酸スコアが、この特徴ですね。タンパク質はアミノ酸からなってますけども、そういったですねアミノ酸タンパク質を多く摂取する方が身長にとってですねプラスに働くでしょうという論文がいくつか出てますので、そういった点からもねプラスに働く可能性が示唆されるような内容です。あとはですね、先ほどちらっと話した脂肪酸の一種であるデセン酸が含まれていると、こういった形ですね、様々な栄養素がかなり高濃度で含まれているということが分かっております。また特殊なですね物質として取り上げるとするならば、ロイヤラクチンと呼ばれるタンパク質がロイヤルゼリーの中ですね、含まれているそうで、そのタンパク質がいわゆるですね女王蜂にですね、進化させる可能性があるというのがですね、皆さんもねなんとなくネイチャーって聞いたことあると思うんですけど、いわゆる世界的な本当に権威のある雑誌に、2011年に富山県立大学の鎌倉先生という先生がですね発表した論文に記載されております。ただですね、そのロイヤラクチンがですね女王蜂進化させるのかどうかっていうのはですね、かなり繰り返しですね議論されているような内容ですので、本当のことっていうのはね分かりにくいんですけども、少なくともそういった可能性が示唆されたりもしているということになります。あとはですね、その他に一般的に、どんなようなですね目的、今回身長に関して取り上げてますけど、どのような目的でロイヤルゼリーがですね使用されているかと言われると、冷え性とか、あと肩こりとか、あと骨密度の改善とか、あとうつとかですね、そういったところにも効果があるのではないでしょうかということで、記載があります。じゃあそれではですね、次ですね、3番目になってまいります。ロイヤルゼリーによって身長が伸びたサッカー少年たちということで、今回ねお出しさせていただくロイヤルゼリー as a supplement for young football players、そのままですね、ロイヤルゼリーをサッカー少年たちに、サプリメントとして飲ませたらどうなるかっていう論文です。これはですね2009年のセルビアの論文で、12歳のサッカー選手に対象した論文になります。でこの論文で結構ねちょっと短くて、2ヶ月だけ内服させているような内容になりますので、短期的なデータになるんですけども、ロイヤルゼリーを飲んだ群の方がロイヤルゼリーを飲まなかった群、いわゆる
コントロール群ですね、それよりも優位に身長が伸びたというふうな記載があります。ということで、まあ、この論文だけはね見ればやっぱりロイヤルゼリーってね身長伸ばすのに効果があるんだっていうふうにね思うかなと思います。ただですね、まあ、この論文ももちろんね完璧ではなくて、まあ、いつものお伝えしている通り論文だから全て完璧ってことはなくて、論文も必ず穴があります。で今回の論文も参考にはもちろんすごくなる、ただし一方で注意しなくてはいけない点としては対象者が25人と、まあ、比較的少ないということですね。あとは開始時の身長がロイヤルゼリー群が152センチでコントロールが158センチということでかなり差があるのもちょっと気になります。あとはまあ観察期間が2ヶ月と非常に短いということですね。まあ、身長を語る上においては6ヶ月1年2年3年4年とですねかなり長期的に見ていかないと、まあ、本当の意味ですね身長改善したのかどうかというのはですね分かりかねますので、ちょっとそういった点もね、まあ、懸念点になってもあります。はい、次ですね。今はですね、まあ、どちらかというといわゆるポジティブデータですね、まあ、ロイヤルゼリーがいいのではないかという内容を、ね、紹介させていただいたんですけど、次はですねちょっとその逆の内容になってまいります。4番目でロイヤルゼリーの女性ホルモン作用についてかっこデセン酸についてってことですけども、高栄養価である、なおかつ短期的に見たら、まあ、12歳の男の子たちに飲ませるといわゆる身長伸びる物質であることはなんとなくですね分かったわけなんですけども、1点ですね、まあ、危惧する点というかですね論文をですね完全にですね受け入れられないというかですね、まあ、懸念している点が1点あります。それがですねデセン酸になります。デセン酸はですね脂肪酸の一種で女性ホルモン用の働きをすると言われている物質になります。女性ホルモン身長だけをね取り上げるとややマイナスに働きます。簡単に言うと男性と女性ですと、まあ、日本人のね平均身長がまあ13センチとかそれが違うわけですけども、その13センチを生み出しているのは女性ホルモンというふうに、ね、表現してもいいと思います。もちろんそれ一元的にね言うわけではないですけども、いやそういったことが言えると思います。デセン酸が女性ホルモン用作用を示すというのが懸念点になってまいります。で、まあ、過去にもねお話ししている通りなんですけども、例えばなんですけども、こういった女性ホルモン用の物質を体の中に入れることによって体の中から分泌される女性ホルモンを抑えるというですね、そういった働きを持つ物質もあるので、女性ホルモン用だからといってでそれだけでマイナスというふうに判定するのはまだ早いんですけども、今回論文をねまた調べてみました。紹介させていただく論文はロイヤルジェリーサプリメンテーション induces growth plate development and increases plasma growth hormone and osteoradiol levels in prepubertal rats と、あともう一つロイヤルジェリー has estrogenic effects in vitro and in vivo ってことで、二つ目の論文ですね、こちらの方は日本人の方が書かれた論文だそうですけども、まず一つ目の論文はですねこれ非常に大事な内容が書いてあります。ロイヤルゼリーのサプリメンテーションはプレピューバータル、ピューバティというのは思春期って言いますが、ピューバティになる前のラッツ、ネズミのですね、グロースプレートっていうのは骨端線のことを意味しますので、骨端線を発達させるっていうふうに表現があります。まあ、これはどういう意味かというと成長をかなり早めるっていうような表現になってまいります。プラスにね聞こえてしまう方も多いとは思うんですけども、まあ、非常に簡単に言うと骨端線を閉じるのを早くするような可能性がここから示唆されるというような形になります。まあ、それとまあ同時にですね、プラズマグロースホルモンということで血中濃度中のまあ成長ホルモンね分泌を上げるということも書いてあって、まあ、その点はねまあいいかなと思うんですけども、全体通してみると成長をですね早送りさせるような作用があるのではないかというようなことが書いてあります。でもう一つの方ですね、日本人の方が書いていただいた論文ですね、ロイヤルジェリーハズエストロゲンエフェクトインビトロ&インビゴということで、こちらの方は試験管上あとはまあ生物学的に見た時に両方のまあ側面においてエストロゲン作用いわゆる女性ホルモン作用があるというようなことが書いてあります。まあ、これらのですねやっぱり論文から見るとやはりですね、まあ、少なくとも女性ホルモン作用があるのはほぼ間違いない、逆の言い方をするとですね骨端線を発達させてしまうような物質であることが推察されるわけですね。まあ、ちょっとこういった点からすると少し注意が必要な物質かなというふうにも思います。ということで、まあ、まとめですね、ロイヤルゼリーには身長を伸ばすという噂が存在する、ロイヤルゼリーは非常に多くの栄養素を含みます、でロイヤルゼリーはアミノ酸スコア100である、ロイヤルゼリーはロイヤルラクチンというタンパク質が含まれ、いやそれが体を大きくする可能性がある、ロイヤルゼリーはデセン酸という女性ホルモン用物質が含まれ注意が必要である、まあ、こういったところですね今回のまとめになってくると思います。まあ、簡単に言うとメリットデメリットが、ね、存在するわけですけども、まあ、できるだけね、まあ、そのメリットを、ね、最大限に生かすためというので考えながら慎重先生的見解を、ね、お話しさせてください。でまず最初の一つ目言えることとしてはいわゆる身長を伸ばすために絶対必須のものとは考えません、まあ、一方でですね栄養価がたくさん含まれても事実です。で次ですね、
ファーストチョイスとして提案される物質でもない。まあ絶対これを、ね、やらなくちゃいけないというわけでもないですし、悩んでる人がこれから始めるべきかというと、とてもちょっとそういうふうには思いません。まあいわゆる普通の、まあ、生活習慣だったりだとか、まあ採血上で明らかに欠乏している栄養素だったりだとか、明らかに改善が見込める部分からチャレンジしていくといいのかなと思います。あとはですね、栄養素が高いのは事実なんだけど、女性ホルモン作用がちょっとやや心配であるということになります。まとめというの表現になってまいりますけども、まあどんな人に、ね、おすすめかって言いますと、まあ、いわゆる他の治療をもうすでにトライした、もしかしたら生活習慣すべて改善した、足りない栄養素もすべて、補充した、そういったような状況下でなかなか結果が思いに得られない場合に、まあ、いわゆるセカンドラインとしてチャレンジするのはいいかもしれません。まあ特になんですけども、骨端性がある程度もほぼ完成しつつあるというふうに考えられるですね、まあ16歳以上の方はですね、まあメリットデメリットをご理解いただいた上でチャレンジしていただくのはありかなと思います。ということでですね、まあ、今日も精神調理に関すること配信していきましたけど、いかがだったでしょうか。今後もですね、身長に関すること配信していきたいと思います。身長の場所からチャンネル登録よろしくお願いします。コメント欄の方にね、ぜひ身長に関する疑問を記載してください。よろしくお願いします。身長ビヨーン、バイバーイ。